はい、どうも、ケイタです。今回ね、野焼きにやってきました。で、竿をね、購入しました。こんな感じ。まあまあ、見た目かっこいい竿ですけど、値段がね、6000円で買えました。っていうか、風強いな、めっちゃ。値段がね、6000円で買えて、US 台場のね、こんな感じ。エクセラってやつです。で、661の、MH。で、1オンスまで担げる竿で、まあちょうどね、パワーフィネスに、いいかなと思って買いました。で、ほんまにね、今買ったところで、すぐね、野池にやってきたんで、まあ、ちょっとタックルバランスがね、どうかわかんないですけど、とりあえずね、ルビアスの2506、07ルビアスの2506をつけて、で、P のね、1.5 を巻いてます。で、一応ね、リーダーを12ポンド巻いてやってます。一回ね、これでやっていこうかなと思います。ドラグ調節やってなくて、こんな感じ。緩かった、ドラグが。やってもた。当たった。いきなり当たった。パワーフィネスすごいな、一投目。くっそー。ちょっとね、ドラグガチガチでいきます。ミスったな、今のは。まあね、サイズはね、絶対大したことないと思うんですけど、釣りたかったな。一投目で釣れたらやばいでしょ、だって。じゃあね、ちょっと二投目行ってみます。またやってもた。なんでやろ、ベイトと同じタイミングで合わせたらあかんのかな。マジか。二頭連続やで、当たり。やってもた。いや、ベイトと同じタイミングで合わせたらあかんかもしれないですね。もうちょっと一回食い込ましてみます、次は。よっしゃ、おい、よっしゃ、よっしゃ、おい、やった入魂できた。しかもちょっとまあまあいいで、30ぐらいある。よっしゃ、入魂できた。いきなり上顎がっちり、やった嬉しい。はい、これニューロット。え、待って、釣り始めて10分経ってないで速攻、めっちゃ早いで。やった。やっぱりね、ちょっとあれですね。
なんかあの、フロロの時みたいに、フロロっていうかいつもやってるベイトタックルのミディアムロットの時みたいに、シェイクしてグングングン、パッと合わせたらあかんみたいですね。この、グン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 ってきてから、ちょっとだけシェイクして食い込ませてから合わせたら塗れましたね。ちょっと先までね、多分合わせが早かったなと思います。やったね。釣れた。嬉しい。多分ね、タックル買ってこんなにすぐに釣れたの初めてかもしれないですね。めちゃくちゃ早い、あれでしたね。入魂でしたね。やったね。イエイ。はい、これね、良かったです。まあまあいい感じですね。スモラバシェイクしててもね、結構しっかり、その、重みが伝わって、シェイクしてるなって感じがするし、で、当たりもね、しっかり取れるし、で、あのぐらいのサイズだったら、普通にもう、言うたら悪いけど、ゴミのように上がってきます。かなり強い竿ですね。で、ちょっとね、P 直結にしました。リーダー結ぶとね、リーダーの結びコブあるじゃないですか。F 字のってやってたんですけど、結びコブのとこでちょっと引っかかってくるんで、カバーに入れて抜くときにね、引っかかってくるんで、もう P 直結にやりました。で、P のこの結び方っていうのはパロマーノットってやつで結んでます。ほんで、これ、ベビーシューティングボールの 3.5g に、自分でね、ブラシガードを取って、ヘビーのブラシガードを刺してます。硬いやつを刺して自分でやってます。ほんで、ビビビバグの 2.6 インチ、ちょっとテールちぎれたけど、テールっていうか腕ちぎれたけど、まあ、このままでいきます。このね、セットで、しかもね、ここに結び込む、わかりますかね？この P の結び目の1個前にフロールで結び込む作ってるんですよ。ここに、結び目がいかんようにしてます。なぜかというと、ここで、止めると、スモラバがね、水平姿勢を保ってシェイクできるんですよ。これが結び込むが前に来てしまうと、こういう姿勢になってシェイクしてまうことになるんで、結び込むをね、1個作って、わざと残して、その後ろに結んでます。そうすることによって水平姿勢を保てるようにしてます。